それではただいまから臨時記者会見を始めます。本日の発表事項につきまして市長からご説明を申し上げます。はい、今日はお集まりをいただきましてありがとうございます。発表する前に先ほど私11時半ぐらいから、3回目のワクチン接種を、モデルナで、いわゆる交差接種をしてまいりました。その後すぐに地震がありましてクラクラっと来たんであれと思ったんですが今のところ、何ともありません。今日はこれからまた、ちょっと長い時間にわたってご説明を、させていただきたいと思います。さて今日はですね、3月市議会定例会議に、提出する、議案をご説明いたします。今回、提出いたしますのは予算関係が27件条例が11件その他合計49件であります。まず、条例関係ご説明いたしますと主だったもの申し上げます。29番になりますが、福島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する、条例でありますが、こちらはですね、会計年度任用職員につきましては育児休業が取得できるのは1年以上在籍された方というこれまでは制限がありましたけれども今後は1年未満でも取得できますということで、この規制の緩和を行い育児休業取得の充実を図ろうというものであります。これまで、会計年度職員の育児休業につきましては今年度は13人中13人 100% 取得いただいてますし昨年は8人中4人 50% ではありますがこれはあくまでも1年以上これまで勤務された方が対象でその対象になった方のうちの取得した割合を申し上げたわけですが今後はこの母数がですねより増えてくるんじゃないかというふうに思っています。続いて32番、公設地方卸売市場の、条例改正であります。コロナ禍などの影響によりまして、市場経由の、流通が減少しておりまして卸売業者が、非常に苦しい経営状況を、強いられております。このために、市場使用料の、減免期間を延長するということにしております。これまでも、平成26年からですね、卸売市場の、厳しい環境に鑑みまして、減免しておりましたが、今回、年度末で期限が参ります。その期限を3年間延長し、令和7年の3月31日までというふうにいたします。ちなみに、卸売業者あるいは仲卸業者に関しましては市場使用量が1000分の3ということになっておりましたが、これを1000分の2にするということでこれを引き続き、続けてまいります。続いて33番、民生委員の定数でありますが3年に一度民生委員の一斉改選があります。それに向けまして、人数の見直しなども行った結果、増員が1名必要であるということで今回1名増員をいたします。やはり高齢者が増加をしておりますし、民生委員さんの仕事かなり多くなっておりまして、その点では今回1名増員という形になりました。続きまして37番、街中広場条例の制定であります。街中広場に関しましてはこれまでも使用いただいていたわけですがその位置づけはですねまだきちっとした公園になってなくてあくまでも区画整理事業により管理された土地を当面、公共用地として暫定利用するということで、あくまでも暫定整備で、それに伴いまして料金も無料という形で利用をしていただいておりました。今回ですね土地区画整理事業の方も行って決着をつけまして改めて市の方で街中広場という形で整備をし公の施設にいたします。
そのためにこの公の施設としての街中広場条例というのを制定するわけでありますが、これに伴いましてその管理や料金の体系をこの条例で定めてまいります。まあ、条例の内容としましては禁止行為なども定めますし、それから維持管理費用に充てるために使用料も設定をいたします。使用料はこちらにあるようにですね、水道を使用する場合と、電気水道を使用する場合と使用しない場合で、分かれますが、1時間につき600円または540円という形になります。まあ、なお駅前に関しましては、今年度から東口の再開発が始まりまして、再開発の区域からは店舗がなくなるということになります。まあ、そのためにはそのために、街中のにぎわいが消える、まあ、そういうような危機感を私としては持っておりまして、当面はですねこの街中広場の使用料に関してはにぎわい喪失のため、使用料の2分の1を減免するという形にさせていただきます。令和8年度までという形にします。また、街中における、若者の活動促進のために学生などが使用する場合は使用料を免除するというような規定を、設けております。この、条例に関しては以上であります。それから続きまして消防団の、関係であります。消防団に関しましては消防団員の確保のために報酬の見直しが要請されておりますが、まあ、今回その第一弾としてですね、消防団員の出動ごとに支給する費用弁償を出動報酬として支給額を改定しようというものであります。これまでは火災であれば、まあ、すぐに鎮火した火災も長く活動する必要のある火災も1回につき2000円と、まあ、こういった形で、まあ、その他の出動に関しても1回2000円という形になっておりましたが、今回見直しをいたしまして、災害出動をする場合1日のうち2時間未満であれば2000引き続きなんですが、それ以降は活動時間に応じて、報酬額を引き上げるという形にしております。また捜索活動、火災調査に関しましても3500円ということでありまして、まあ、こういったことで、消防団の活動どうに報いまして、消防団員がやはりこの、参加いただけるように今後今回このような、報酬体系を定めることにいたします。はい、続いて、39番から46番まではですね、連携中枢都市圏の関係です。連携中枢都市圏を形成するためには福島市とそれから相手の市町村が個別にそれぞれ連携協約というのを結ぶ形になります。いわゆる権益として一本のものを認めるのではなくて一つ一つで契約をしているというような形になります。まあ、このため、今回議会の議案として、8つの、市町村との連携協約を、提案するというものであります。こちらにあるようにですね、二本松市、伊達市、本宮市、郡町、国見町、川俣町、大玉村、飯舘村、この8つと連携協約を締結しようというものであります。で、福島市の議会とそれぞれの市町村の議会で議決をいただきまして、3月のですね末には連携協約を、正式に、締結をするという段取りでこれから進めてまいりたいと考えております。条例議案等に関しましては以上であります。続きまして予算になりますが、まずは今年度の補正予算であります。15号の予算と16号の補正予算と2本あります。15号は国の経済対策の関係でありまして、こちらの方は議会初日に選議をお願いする予定であります。それから16号は、恒例の年度末の、整理補正という形になります。
15号の、補正予算は、5億4100万円よという形でありまして、財源は以上の通りであります。内容としては、国の経済対策に呼応しまして、この丸1にあるようにですね、保育士や幼稚園教諭を対象とした報酬の処遇改善にかかる、予算を計上するほか、通学路の安全対策、道路補修、橋梁の長寿命化、道路開業、それから大規模、造成土地の予測変動、変動予測事業、そして、学校の感染防止対策ということになっておりまして、まあ、それぞれこちらにある金額の通りであります。続いて、16号、これは年度末の整理補正になりまして、33億7400万円の増額補正という形になります。主なものとしておきましては、企業立地の関係で、倉敷レーザーさん、それからアシスト鹿島さん、こちらの用地取得助成に対する助成金、それから三栄精機さんに対する雇用奨励助成金、これらを1億1700万円を計上いたします。それからふるさと納税につきましては、12月に12億円から14億円に増えるという見通しに立って増額補正をいたしましたが、今回あれ違いますね12億円に引き上げて増額補正をいたしましたが、今回12億円からさらに14億円に引け上がるだろうという見通しに立って、所要の経費を、補正をいたします。昨年の 1.6 倍ぐらいになる見通しということで、進めておりますが、現時点で申し上げると、12億円にほんのちょっとかけるところまで今来ておりまして、いずれにいたしましても昨年が8億2300万円、それまでの6倍以上に増えていたんですけども、今回も、それのまた 1.6 倍ぐらいになるという過去最高の見込みで今、所要の、返礼品や決済手数料などの経費を積み増しをするというものであります。9600万円を計上いたします。で、続いて、投資予算になります。令和4年度は、福島市にとって、新総合計画の2年目、私にとって、2期目最初の予算となります。2年以上にわたるコロナ禍により市民も地域も疲弊し、人口減少が進む中、コロナを克服し新たな復興創生ステージへと反転攻勢をかけたい、との強い思いを込めて編成をいたしました。その思いをこちらに入れておりますが、総合計画2年目、コロナを超えて新たな復興創生ステージ反転攻勢というものであります。そしてこの予算を最大限効果的に活用して、コロナからの出口、希望の未来への入り口へとしてのこの虹のアーチをですね、抜けていきたいという思いで、この資料も作成いたしました。一般会計の規模は1159億円で、対前年度比36億円の増、 3.2% の増ということになります。で、総額自体が増加するというのは7年ぶりになります。この7年間は、除染の事業がありまして、それも除染の事業が年々減っていくものですから、その幅が大きくて、中身が増えてても、全体としては減るという構造にあったんですが、今回は7年ぶりに、生の数字で、対前年度を上回るという形になります。で、除染関連事業を除く実質的な予算はですね、1126億円よという形で、実質ベースで比較すると 4.2% という、これも非常に高い伸びになっております。実質的な部分はですね、こちらにあるように7年連続の増加となりまして、過去最高の積極型予算という形になります。高齢化等に伴う扶助費の増、この辺ちょっとずっと最後にあるんですけども、
どうですかね、高齢化等に伴う扶助費の、継続的な増加に加えまして、近年の積極的な事業展開によりまして、今年度から交際費が増加したんですけれども、その交際費が新年度は 10.6% という高い伸びになるなど、財政状況は厳しさを増しておりますけれども、財源確保に工夫を凝らしながら、コロナ対策をはじめ、にぎわいや仕事づくり、教育環境や子育て支援、安全安心、デジタル化などに資する事業を積極的に計上をいたしました。主なものを説明いたしますと、今回、8つのプロジェクトに整理をしております。でまず、新型コロナ対策とコロナを見据えた変革という点では、39事業37億8000万円を計上しております。これは当初予算だけではなくて、一部はこちらにあるようにですね、2月補正の分も一部含まれている部分もあります。でコロナ対策に関しましては、福島市はこれまでも4つの柱で進めておりました。1つは感染防止対策、2つ目は市民生活支援、3つ目は地域経済対策、どちらかというと回復といいますかね、そういった部分です。そして4つ目、コロナを見据えた変革ということで、より先を睨んだ対策、これを柱にやってきました。で当面のコロナ感染防止対策についてはですね、とにかくまずワクチンの迅速な接種をはじめとしまして、検査なども十分な予算を確保して、そして、感染防止の、感染防止というか感染拡大のですね、防止に努めてまいりたいというふうに思っております。それから、それから内容的に申し上げますと、特段新しいのは言えておりませんけれども、これらもですね、例えば今回の感染状況を見ますと、やはり施設での感染対策などがやっぱり重要だという認識を持っておりまして、今後も時期を見ながら施設などへの感染防止対策の指導とか研修会とか、そういったものはこの予算の中で実証してまいりたいと考えております。また市民生活に関しましては、現在エールクーポンなども実施しておりますが、これらもですね、その時々の国県の施策や状況に応じてですね、私ども機動的に打っていきたいということで、こちらはベーシックなものが計上されております。それから地域経済対策も同様でありまして、これまでの継続している事業、それから12月から始めた米の消費喚起を兼ねた対策、あるいは街中の空き店舗対策、あるいはイベント対策、そしてデジタルスタンプラリーとかですね、こういったものを引き続き実施をしてまいります。また、コロナ後を見据えた変革という点では、こちらの方はコロナの状況に関わらず前に進めるということで、かなり新しい要素も入れてまいりました。新たなビジネスモデル創出支援は、これまでも公表いただいておりましたが、より分かりやすくするということで、感染防止対策とデジタル化推進枠というふうに分けまして今進めておりますが、これまでの仕組みでは開業から1年未満の方は対象になりませんでした。そういった面で今回は開業1年未満まで対象を広げて充実をしております。またコロナ禍における、ゆとり満喫福島オフィスという形での、首都圏などからのですね、移転支援、オフィスの移転支援、それからクリエイティブビジネスサロンといって、コラッセ2階に作ります、ビジネスサロン、これも、リモートワークなどに対応した拠点を作るということで、こちらの運営をいよいよ始めてまいります。また、移住定住の推進、それから行政や、市民サービスのデジタル化、これらもかなり運搬に、
盛り込んでおりますが、こちらはまた後ほどご説明をしたいというふうに思っています。続いて安全安心なまちづくりでは60事業243億円を計上いたしました。まず、この気候変動に伴うこの、水害の激甚化などに対応いたしまして水害対策パッケージを、進めてまいります。本市では災害オペレーションシステムという非常に全国的にも珍しい独自の仕組みを作っておりますが、まあ、今回これが収集する情報として県の危機管理水系の情報も自動的にこちらが収集できるようにする、まあ、現在であればあの県のホームページに行ってでその危機管理水系の設置してある、画面で、スイッチを押して初めて出てくるんですけども、これがあの自動的に我々が水位が分かるというような仕組みを連携させまして、そして、県管理課制における災害対策に、の向上を図ってまいりたいというふうに思っております。また、払い川、瀬の上、中、河原の悲観の浸水対策など、まあ、こういったものも充実をさせてまいります。それから今回はですね、災害における要援護者支援パッケージというのを、進めることにいたしまして、水害時の逃げ遅れゼロを目指します。一つは一人一人の要支援者の名簿を作成をして、そして、個別避難プランですね、そのお一人お一人の、避難プランを作ろうという取り組み、それからそれを受け入れる、要配慮者向けの施設においても、その施設側でどのような避難の確保をする、受け入れをするかというような、計画を作るというような取り組みを、今回は進めてまいります。それから、市民一人一人の防災意識の向上に向けてですね、やはり防災に馴染んでいただくという取り組みを進めてまいります。リモート動画の作成や、運動会で防災に関したメニューを実施していただくためのメニューを我々が作成をして提供すると、こういった取り組みも進めてまいります。それからこちらにあるように福島市でも今回新たに田んぼダムの機能検証を進めるようにいたしました。新たな流域治水対策として50箇所松川の水原地区で落水マスというのを設置をいたしまして、その田んぼダムの効果を検証しながら今後いうことであればそれをさらに、広げていきたいというふうに思っております。そして今回 の、 あの雪対応のを教訓といたしましてですね、除雪力強化パッケージというのを計上いたします。1億2700万でありまして、まず凍結防止剤の散布車を増やします。現在の3台から5台に増やします。それから市民への、スコップ、ツルハシなどの貸し出し用具というのも充実させ、また、除雪機械のオペレーターの技術力の向上のための、研修、そのための支援を今後行ってまいります。そして除雪経費の方もですね、いろいろもろもろ待てると、今年度は2400万ぐらいなんですが、これを8300万ぐらい増やして進めてまいります。それからあの実は今年度もあったんですけども、小型除雪機の購入費補助なんていうのもあるんですね。これがどうも、周知不足であまり使われてないんですが、新年度も引き続きそれを計上して、そして、積極的に市民に PR してまいりたいというふうに考えております。またあのグレーターというね、強力な除雪機に関しましても、新年度1台更新をして、パワーアップをしていきたいというふうに考えております。で消防力に関しましては、先ほど申し上げた消防団員の、出動報酬の改定で350万円余、それから高規格救急車の整備なども、実施をいたします。続いて共生社会に関しましては、バリアフリーの推進でバリアフリー推進パッケージを引き続き実施をいたしますが、まあ、今回はバリアフリー基本構想を、中心市街地と、あと温泉地区とか1箇所で、作成をいたしまして、まあ、
このバリア装備をさらに進めてまいりたいというふうに考えております。またこの包括支援体制として、対象者の属性に問わないこの幅広い、相談支援、これらを行ってまいります。その他障害福祉サービスなどもですね、49億円という非常に大きな額も計上しております。また多文化共生では、今回新たな事業として、外国の子ども日本語サポート推進ということで、学校生活の適用に向けまして重層的な支援を行ってまいります。それから、公立夜間中学ですが、令和6年度の開設を目指しまして、まあ、予算は少ないですけども、準備を進めてまいります。また、動物との共生で申し上げますと、市が保護した動物を譲渡するときにですね、まあ、今回新たにマイクロチップを装着と、あとフィラリア症などの検査を実施しまして、そして引き取り手が安心して引き取りいただけるようにそのような、措置をですね、市としても実施していくと。それからペット同伴避難所の充実に向けまして、ゲージとかリードとかの整備も進めてまいります。続いて県と福島の創造でありますが、こちらもオリンピックのまたレガシーの一つとして進めてまいりますが、今回県と福島推進事業の推進に加えてですね、定期予防接種、こちらは国の方で子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を再開することになりました。それに伴いまして、接種機会を逃していました平成9年から16年度生まれの女性に対しても、まあ、訴求的なキャッチアップ接種を実施するということで、9億、それも含めて9億1700万円を計上しております。また、健康づくりを地域間に競争していただいて、で熱心なところには補助金の上乗せをするという取り組みの、健康づくりで競争チャレンジと、こういったことも取り組んでまいります。また、現役高齢者の創造に関しましては、介護人材確保に関しまして、保育士の確保のようにですね、今回介護人材確保パッケージというさまざまな施策のパッケージを用意しまして、まあ、介護人材の不足に対応してまいります。またシルバー人材センターの活動支援ということで、会員の ICT の利活用を促進をしたり、有償ボランティア事業を創設するなどしまして、このシルバー人材センターがですね、より受注しやすいように、そして高齢者が活動しやすいように環境を整えてまいります。続いて、地域医療の充実に関しましては、今回新たな取り組みとしましてはですね、休日夜間臨番制救急医療体制確保なんですが、これはこれまでも臨番制は整備されていたんですが、土曜日は午前中やってるところもあるので、臨番制引いてなかったんですね。ところが医師の、働き方改革もありまして、徐々に土曜を休診する病院が今増えてまいりました。そうなりますと、特定のところにだけ、救急搬送が集中をして、なかなかそこが維持できなくなるという問題点が、まあ、生じてきたわけです。まあ、そのために土曜日も改めてその休みのところも含めて臨番制というものを作って、で土曜日のその午前の、救急医療に関してもですね、問題が生じないように、あるいはその医師のたらい回しなどが生じないようにしていきたいということで、まあ、今回、そういった仕組みも設けて、予算も増額するものであります。それから救急搬送体制の強化として、まあ、福島県福島市も含めてですね、心筋梗塞による死亡率が非常に高いという状況にあるわけであります。でそのために、心筋梗塞などを起こしたような方に救急搬送の時点から12誘導心電図を
伝送装置を救急車に置いてですね、その心電図を病院に送ることで、その患者さんの救命の向上を図りたいということで、これを新たな取り組みとして進めてまいります。まあ、まずは3台に設置をして、ある特定の病院との間でそういった取り組みを実証的に進めてまいる予定であります。続いてゼロカーボンの取り組みでありますが、水素活用の普及推進という点では、福島市には新年度定置型の水素ステーションができることになります。こういったことも睨みながら、水素自動車の普及を図るために市独自に最大20万円を補助いたします。それから、市の方でも環境に配慮した公用車の導入を進めております。更新する際はもう原則電気自動車やハイブリッドということでありますが、新年度も電気自動車2台、これは新たに小型の電気自動車も購入していきたいと思っておりますが、EV が2台、それからハイブリッド6台、導入し、かつその電気に関しましては、本市の荒川クリーンセンターで作ったゴミ発電の電気を使うという形で、地域循環型の、取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。それから再生可能エネルギー小水力の導入促進のためにですね、事業者が小水力発電のポテンシャル調査を実施する際に、その費用を市の方が3分の1、50万円を上限に、補助をいたします。また脱炭素住宅でもですね、太陽光発電だけではなくて蓄電池などをですね、補助する仕組みを作りましたけれども、こちらにちょっと出ておりませんが、現在取り組んでおります清水支所の改築に関しては、これをゼブのハウス建物とするように、こちらの方も取り組んでまいる予定であります。また生活環境の整備に関しましては、ゴミ減量を引き続き進めるとともに、ムクドリカラスに関しましては、カラス対策としてはハンディタイプの LED の照明や、ダマクラカラスというですね、新たな音声再生装置を活用しまして、街中の糞対策を講じてまいります。また、仮置き場の現状回復につきましては、引き続き、これを推進いたしまして32億円を計上しております。続いて子育てのと教育の関係でありますが、子育てに関しましては、待機児童対策推進パッケージを引き続き推進をしていますまいります。こうした中でプロモーションなど引き続き進めてまいりますが、幼稚園送迎ステーションにつきましては、夕方の保育の時間を早めるとかですね、そういう形でのサービスの充実を図ってまいりますし、保育士と奨学資金の貸し付けに関しましては600万円増額をいたしまして4500万円計上いたしております。また、こちらにある保育所等における事故防止の推進という点では、認可外の保育所への、巡回指導とかですね、あるいはキッズゾーンの整備、さらにはキッズ、ガードの、雇用支援ですね、そういったものを進めてまいります。それから放課後児童クラブに関しましても、これはまだ待機が残っておりますので、待機解消のために4クラブ増やして95クラブにする予定であります。それから新規事業としては、おたふく風邪の予防接種に関して2分の1を助成すると、このような取り組みを進めます。一方、子ども子育て新ステージ事業ということは、これはこれまでも新規事業で随分と充実させてまいったんですが、新年度も福島型給食とか、あるいは特色ある幼児教育保育、こういったこと、さらには病児緊急対応の強化ということで、子育て支援をさらに強化してまいります。それから、保育士等の処遇改善ですね、こちらも新年度、
引き続き実施してまいりまして、2億9700万円計上いたします。続いて、学校ですが、こちらの方では学校教育の方で、福島型オンライン授業、これを英語のデジタル教科書などを新たに投入するなどしまして、さらに充実してまいります。またいじめ不登校対策としてましては、生活支援員を4名から7名に増員する、こういったことも進めます。学びの環境ではこちらにありますように、小中学校の屋内運動場の改築、それから松川の商業中学校の改築を進めます。こちらは義務教育学校として整備する予定でありまして、令和7年4月に開校する予定であります。また古くなった学校などのリフレッシュを図るために、学校施設リフレッシュ事業を別枠で設けまして、改修をスピードアップさせてまいります。さらに新学校給食センターの整備、あるいは生活困窮世帯への課外の勉強を学校でも受ける子どもの学習生活支援、こういったことも引き続き充実してまいります。から、はい、産業の関係でありますが、農業に関しましては、引き続きスイーツプレミアム事業とか、軽トラ一を実施すると同時に、市場開設の50周年記念イベントを実施をいたします。ただ新規就農支援では、新規就農新パッケージ、こういったこともですね、9億2000万計上して、農業後継者の確保に努めてまいります。それから、農林業の振興と被害対策という点では、新たに鳥獣被害対策として、免許取得のに対する助成措置を設けます。それから地域を守る、集落営農支援とか農業経営承継支援として、気候変動などにですね、対応した新品種の導入、省力化への支援なども行ってまいります。それから変わったところではですね、果樹の選定種の活用実証実験といたしまして、現在薪ストーブを使う方とのマッチングを進めているんですが、新年度は、教育機関や農業団体と連携いたしまして、剪定紙を炭に変えて、そして改良材として用いる、そういう長実験を、進めてまいります。さらに、公設地方卸売市場の再整備に関しましても、推進をしてまいります。続いて商工業の関係でありますが、今回新たな事業として、企業誘致の補助金などの対象にならない、特に地元のですね、食品加工業や健康関連産業などで新たなチャレンジをする事業者を支援するために、この仕組みを設けました。これで1500万円計上しております。また、創業の応援の利子補給パッケージという形で、シンプルにですね、仕組みを構築しまして、創業応援利子補給であれば、一般的には1年間利子を補助すると、それから中心市街地であれば2年間で、女性の創業であればまたこれも2年間利子を補給すると、こんな仕組みも作っております。それから企業誘致では、ゆとり満喫福島オフィスという形で、首都圏からですね、本社支社の誘致を、進めると同時に、大座荘の工業団地に関しましては第2期工業団地の整備、令和6年度の分譲開始を目指しまして実施設計に着手をいたします。続いて、にぎわいの部分になりますが、街中に関しまして、先ほども言ったように新年度から再開発事業が始まりまして、そこの地域の店舗がなくなります。その間、にぎわいをですね、保っていくために、
新たに今中郷ビルに置いてあります町中交流館、これをエスタビルの地下1階に、移して、そして地下の歩道と駅からの地下歩道とですね、一体となった運用をしてまいります。そして駅の近くにはですね、地下歩道の中にはストリートピアノを設置をして、まあ、また音楽の町福島らしい、町づくりを進めてまいります。そしてまた学生の町づくり支援としての補助金なども計上して、まあ、4600万円を、こちらの方で措置をしております。また町中広場のリニューアルに関しまして8月オープンする予定です。こちらで720万円ほど出しております。それから町中の空き店舗支援に関しまして、これも整理統合をいろいろしまして、中身も分かりやすく充実をさせました。で、新規創業であればこちらのような補助率、それから新規でなければこのような補助率になりますが、特に今回はこれまでは1階に限定していたんですけれども、1階に限らず、それから風営法を除けば、業種も指定しないで、町中の空き店舗への進出者を支援をしてまいります。まあ、その点では先ほど申し上げたように、町中が空洞する恐れがあるのに対して、できる限りこの町中への出店を誘導する、あるいはオフィスでも結構ですし、ボランティアでも構わないし、まあ、そういった方々の活動を町中でしていただくということでこの制度を設けております。そして、先ほど申し上げたクリエイティブビジネスサロン、あるいはモモリンシェアサイクルもですね、現在貸し出しできるポートが12箇所ありますけれども、これを15箇所程度に増やして、そして屋根のないところは屋根をつけてですね、利用者の皆さんが利用しやすいようにしてまいります。そして、中心市街地の公共施設の再編整備の関係ではいよいよ、東口の再開発事業が本格化をしてまいります。補助対象事業に対しまして国県の補助と合わせて50億円、計上をいたしております。また、市のこの東口の再開発に入る、コンベンション施設の関係経費として、3200万円を計上しております。そして市役所西側の市民センターでありますが、こちらの方もいよいよ、整備に着手をするということで、令和6年度を目指して、進めてまいります。4億1000万円計上をいたしております。それから戸籍有事のまちづくりでありますが、エールの遺産を活用しながら官民一体で戸籍有事のまちづくりを進める、そして新たな文化イベントや街中の仕掛け、そして、野球殿堂入りも目指しながら活動を進めてまいります。引き続きこのエールレガシー事業、ドラマセットの展示とか、そういったものの取り組みを進めてまいりますし、メロディーバスの運行も通年で実施をしてまいります。そして新たな事業としてはですね、戸籍有事ストリートの活用、それから作曲コンクールを新たに創設をしてまいります。11月の27日にコンクールの本選を実施をいたしまして、世界羽ばたく若者の育成をしてまいります。それから引き続きチェンバーオーケストラなどもですね、活動支援をしてまいる予定であります。続いて観光対策でありますが、道の駅福島の運営として6200万円を計上しております。また花回廊の事業なども推進をしてまいりますが、さらに福島ステイのプロモーション、それからフィルムロケの誘致もですね、引き続き進めてまいります。そして今回新たに本格的に進めるものとして、アズムエアツーリズムという山岳観光を進めてまいりまして、これは旅行会社などにですね、東連峰のツアー造成を20本ぐらい実施をしていただく、予定であります。それから飯野の UFO、関係で30周年の記念の事業として、サーチライトですね、こういうライトをつけていかにも宇宙から
ステーションのライトが出てるようなそんな施設整備を実施してまいります。それから福島の三温泉地に関しましては福島三名湯ブランディングという形で、まあ、こういった名前でブランディングをしていく。そしてシティセールスでは先ほど申し上げたふるさと納税、こちらも今年度の補正と同じように14億を計上して進めてまいります。そしてまたシティセールスも進めるということであります。それから、オリパラを経費としたまちづくりという点ではですね、パラスポーツの振興を、さらに推進しまして、新年度はボッチャで、福島市長杯も、設ける予定であります。それからバリアフリー推進パッケージなども実施しますが、スポーツのまちづくりではですね、ドリームサッカーという形でですね、これは財団法人実施総合センター、いわゆる宝くじの収益事業の一環としてドリームサッカー事業というのがあるんですけども、まあ、こういったものを本市に誘致をして、開催をしていただく。それから新たなこの福島ならではの、事業、このシンボリックな、スポーツ大会として福島シティマラソンというものを、令和5年に実施する予定であります。それに向けた準備経費、それから事前のですねイベントを予定しまして330万円計上しております。また文化の関係ではしゃがむ土偶のドキドキ事業なども引き続きありますが、写真美術館に関しましてはですね、秋山翔太郎さんの写真展を花見山シーズンに合わせて開催するなどして充実をしてまいる予定であります。続いて、人に優しいデジタル化という点で申し上げますと、やっぱりデジタル化をする上で一番この、難しい課題はいかにこの苦手な方、特に高齢者に馴染んでいただくかということだろうと思います。で、高齢者に関しまして、初心者向けスマートフォンの事業とか、あるいは LINE による、相談、講座と、まあ、こういったものも、実施してまいりますし、窓口手続きのデジタル化、それから電子町内会の関係では今の電子回覧板みたいなのに加えて、それぞれの町内会で希望するところにホームページも作ってもらおうと、こんな感じで、町のみんなでですね、この、連携しながら電子化に取り組める、まあ、そんな環境づくりを進めてまいります。電子図書館は、来年の2月に開設する予定で準備を進めてまいります。ちなみに一番最初のこの高齢者のスマホ講座でありますけれども、50回ぐらい初心者向きに実施をしまして、それから中上級者向けは10回実施をして、まあ、できるだけその後も継続的に皆さんに使ってもらうようなそういう仕掛けでですね、高齢者など初心者の皆さんに対してデジタル化を進めてまいりたいと考えております。それから経済的な面でいうと、先ほど申し上げた新たなビジネスモデル創出事業、デジタル化推進枠と感染防止対応枠に加えて、新事業創業支援枠という形で1年未満の方にも支援をしてまいります。それから電子入札の導入に関しましては、令和5年の中途から全面的にこの電子入札に移行するという方針でですね、この電子入札に取り組んでまいります。デジタルスタンプラリーに関しましては、まあ、これは観光、広域圏の観光と合わせて進めてまいる予定であります。続いて移住・定住の促進、女性活躍社会の形成という点では、この辺再建が多いですけれども、こっちがいいですかね。あと定住に関してはお試し移住体験、あるいは移住新生活応援、これらも拡充をいたしまして、移住の増加に進めてまいります。空き家対策や UIJ ターンの移住支援も行ってまいります。
それから先日お話したように結婚が非常に減っております。でそのために、結婚生活支援も金額を増額するほかですね、恋キュンネット恋活エール事業という形で、まあ、さらに、婚活に対するですね、支援をといいますか出会いの場作りに努めてまいります。それから今年度皆様にもご協力いただいて二十歳のチャレンジプロジェクトというのを、まあ、成人式ができなかったというかね、リアルでできなかった新成人のために実施をしているんですけども、まあ、今回も新成人の皆さん、私直接、成人式の後はできるだけおとなしくしてねとお願いをさせてもらいました。で今年のその二十歳のチャレンジプロジェクトを見ますと、この高校卒業してみんなが集まるにはちょうどいい機会なんですね。でこれはやはり今後の U ターンとか移住にも非常に効果的ではないかというふうに考えまして、まあ、今回は二十歳の同窓会プロジェクトという形で20歳の皆さんに今回と同じように集まってもらうような、そんな仕掛けで事業を組んでまいります。それから、まあ競争によるまちづくりという点ではですね、地域おこし協力隊、今年まで3名いたわけですが、今後は5名に増やして新たに飯坂と東地区でも導入をして、地域のまちづくりと移住支援に取り組んでまいります。それから女性の活躍支援という点ではですね、女性の起業チャレンジ応援パッケージというのを新たに作ります。これは先ほどもあったんですけども、チャレンジ講座とか起業姉妹カフェとかいうものに加えてですね、その次の段階として先ほどであるようなさまざまな支援策を組み合わせて、そして、まあ、女性の最初のやる気の段階から実際にこう事業を動かす段階まで、一貫してですね応援する仕組みをこれから作ってまいります。そして持続可能な行財政経営という点では、連携中枢都市圏形成による広域的取り組みを、まあ、個別にもやりますけども、まあ、こういった枠組みの事業に関してで、予算計上も、しております。まあ、あと、いろいろとこうデジタル化関係ありますが、さまざまな、取り組みも、今回計上させていただいております。大体以上の通りでありますが、まあ、本当に今回実質的に 4.2% 増、表面的にも 3.2% 増ということで、かなり大きなことになりました。で、そのための実財源の確保として、さまざまな取り組みを、この市税の回復をはじめとして、進めております。で特に、交際費が非常に大きくなってきておりますので、有利な記載の活用に努めております。でその中で、市民センターに関しましてはですね、その有利な記載を活用しますと、これまでの全体事業費70億円のうちの実質的な負担61億円が41億円に減少すると、まあ、このような形で財源確保上の工夫もいたしております。それからですね、はい、まあ、それから交際費、先ほど申し上げましたように、私が就任してからかなり積極的に事業を進めておりまして、これまでは福島市は非常にこの交際費あるいは記載残高が低い団体ではありましたが、今、残高も増えておりますし、交際費自体もですね、このように、伸びていると、このような、状況になっております。はい、まあ、こちらはあとは大体全体状況ですので、ご覧いただければと。あ、こちらが交際費の方ですね。先ほどは記載残高でありますが、交際費に関しましては、ぐーっとこう減っておりましたが、まあ、ようやく返済期に今回至りまして、それがぐっとこう伸びてきていると。で今後も、これから先ですね、伸びていくことが予想されますので、引き続き、財源確保、それから、経費の効率的な執行に、最大限注意をしながら、そして積極的に事業を進めていきたいというふうに考えております。私からは以上であります。それではただいまの発表事項につきまして、質問をお送りいたします。質問のある方は挙手いただきまして、こちらの指名の後、社名の名前を述べてからマイクを通してご発言をお願いいたします。それではどうぞ。
福島テレビさん。福島テレビの小野田です。よろしくお願いいたします。5番の、心豊かに楽しめるにぎわいと文化の振興というところで、駅前の再開発支援についてお尋ねします。はい。50億円、余りを、はい、計上されていますけれども、この、事業費といいますか内訳というのはどういった数字が元になっているんでしょうか。はい、今年度はですね、もっぱら解体費と補償の関係になります。はい、それに対して国2分の1、県4分の1、市4分の1で補助をするということで、その総額がこちらということであります。となると、福島市の支援分がこの金額というところで、福島市の支援、福島市分がということですか。あ、国と県も全部合わせてということですね。はい、はい、そうです。50億円ということです。わかりました。で、新年度から本格的に動き出すということで、解体は今のところ着工は、解体開始はいつ頃ご予定しているでしょうか。解体ちょっとまだ流動的なんですけれども、6月頃、はい。わかりました。ありがとうございます。はい、6月頃から解体早ければ始めてということで、はいはい、最終的な完成目標等については変更等はないでしょうか。はい、令和8年度ということなんですけども、それをできる限り前倒しをしたいということで取り組んでまいります。すみません、細かいところまでありがとうございます。そういった中で、市長のこの駅前再開発に、取り組む、意気込みだったり期待感というのを改めて教えてください。はい、やはり駅前というのはその地域の花王になりますし、よそから来る方々、あるいはここで住もうという方もですね、第一印象を受けるところであります。その点ではやはりそれに活力が必要だと考えております。でぜひこの再開発事業を契機にですね、福島の、活力を、引き上げて、そして移住定住、さらにはこの福島市だけではなくて広域的な発展につなげていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。他にございますか。はい、朝日さんお願いします。朝日新聞の荒海といいます。今後市債も増えていくであろうというような見通しもあるようですけども、はい、今年度予算の編成にあたってですね、一番苦心したところっていうのはございますでしょうか。苦心ですね。とにかくいろんなものを仕込んできて、いろんな事業をやりたい事業がいっぱいあるわけです。それをいかに今ある財源の中で押し込めるかというのにだいぶ苦労しました。はい、その点ではいかにその財源を確保しながら事業化するかというところが一番苦労したところかなと思います。財源確保の部分で、税収の部分ですけれども、はい、結構回復するんじゃないかという見立てのようですけれども、はい、コロナ禍の影響っていうのはあんまり長引くような感じではなさそうでしょうか。いや、コロナ禍の影響というのはですね、それはかなり今後も効いてくると思います。今回は一旦グッと落ちた企業収益がですね、回復するというので我々も税収回復してるんですけれども、最終的に人口減が減れば、それなりに税収はものすごく減ってまいります。それから企業活動も、今回たまたまこういう波の中で増えましたけども、この企業倒産とかが増えたりして、それでやっぱり地域全体としての活動が弱くなれば、それなりに税収は減ってまいりますので、決してこの税収の見通しはこの短期的な変動に左右されずに長期的にどうかということを、重視して考えなきゃいけないというふうに思っております。その点では企業誘致などによってですね、このコロナ禍であっても誘致をして、今後の税収基盤を強化するということは非常に重要でありますし、
あるいはその、町のにぎわい、あるいは地域それぞれのにぎわいを高めて、そして、人と消費がこう人の動きと消費が活発化すると、そういう地域にしていくというのはですね、税収確保する上からもこれは欠かせないというふうに私は重視をしております。最後に今回予算編成にあたってですね、先ほどそのいろんな事業を盛り込むのに苦労されたとということですが、市長ご自身で今回の予算編成を、採点するんであれば大体何点ぐらいの出来だというふうに思われる？それはほとんど考えたことありません、採点はむしろ皆さんにやってもらえればというふうに思います。他にございますか？福島放送さん。すいません、福島放送の安村と言います。除雪力強化のパッケージのところなんですけれども、これまでどのぐらいの予算規模だったか教えていただけますか？はい、これまではですね、2,451万9,000円というところですね。ちょっといろいろ対応するものがありましてね。で、そうですね、除雪に絡んだ総額、直接的な除雪費でいうと、2400万から今回は8300万に上がってます。それからその機材整備とか、あるいはそのもろもろ他も含めると、これまでがだいたい5700万だったものが、今回は1億2700万に増やしている、こういう状況です。ありがとうございます。そうすると単純に全体を考えても倍にしているということですね。はい、分かりました。今回年末年始でかなり雪が例年以上に多かったのもあると思うんですが、やっぱりそこで強化が必要だというふうに判断されたということでしょうか？そうですね、やっぱり年末年始に雪が多かったっていうのもあるんですが、やっぱりこの気候変動がですね、温暖化しているとはいえですね、こうある意味変動が激しくて激甚化しているんですね。だからやっぱりそういったものにいかに対応していくかというのが大事です。でそれに対して、行政だけがマックスで上げるというのはこれで良くないんですけども、やっぱり一定の能力を上げないと対応できませんので、その点では今回行政が特に行政側の能力を上げるために実施をしましたし、また一方で我々だけではなくて市民にもやっていただこうということで、貸し出し金庫とか、こういったものも、充実をさせております。で午前中の防災会議の時に、私が申し上げて、それでメディアの方に聞かれたんですけども、今回その、通常の災害との関連点でいうと、いわゆる災害規模の雪ではないわけですね。注意報にも何もならないわけなんですけども、ただ実際に120人以上の方が怪我をしているということを考えれば、これはむしろ災害に準じたような対応をしなきゃいけないというので、途中で切り替えて、今予報なども10センチぐらいの雪でも、出すようにもしてるんです。でこういった取り組みをですね、しっかりとこう防災計画のように計画プランニングといいますか、マニュアル化をして、そして体系的に今後この除雪に当たっていきたいということで、こういった取り組みを今後、一定のこの期間が過ぎたら、今回の対応はさらに検証しつつ、そういったマニュアル作成を進めたいと考えております。他にございますか？再度お願いします。ごめんなさい、今日はこの予算のこと以外のことを質問しても大丈夫でしょうか？今日は予算です。あ、分かりました。予算とか議会の、議案です。その他ございますか？よろしいでしょうか？はい、じゃあ内容ですので、今日の臨時記者会見をこれで終了させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。